いいの？うん。じゃあ一枚めくって。うん。これ。うわ、一番悪いカード。ええー。次、天使系のカードが出ないと明日何か起きる。マジで？やり方違うよ。え？あ、そっか。兄ちゃん占いの館でバイトしてたもんね。何見せてんだよ。兄ちゃんが占いの館でバイトしてた時の写真。いつのそれ？もうやめろ。つい先日。返せって返せな。そうか。教えてよ。まあ、俺受付だったから。あの感じで受付だったんだ。いや、友達からお土産でもらったんだけどさ。これは？多分セーフ。よっしゃー！兄ちゃんもやる？いや、俺はいい。いや、なんか、ほら、こういうのってバチが当たりそうじゃん。バチ？いや、ほら、タロットカードってなんか神聖なものっぽいだろ？ね。別に大丈夫だよ。なあ。うん。よっあっくんかよ。兄ちゃんが変なこと言うから本当にバチ当たったかと思った。バチ？俺流のタロットしてたらさ、兄ちゃんが神聖なものだからバチが当たるぞって言い始めてさ。はあ、なるほど。それで俺がいきなり家に上がってきたから俺のこと悪魔かなんかだと思ったんだ。相変わらずアッくんは非常識なやつだな。こんな時間に人の家に勝手に上がり込むなんてどうかしてるよなあ。あ、こんばんは、悪魔です。こんばんは、ゆいちです。マジ何なんだよこの二人。この前仲直りしてたよね。うん、泣いてた。アッくんさ、今日はどうしたの？ん？ああ、ちょっと見せたいものがあってな。見せたいもの？なになに？はい。あ、前の家だ。懐かしい。動画？あ、そう。これ、再生ボタンはゆいっちゃんに押してほしいな。あ？押す勇気があるのなら。だけどね、押せるのか？この悪魔の携帯よ。いつまで悪魔続けるんだろう。だんだん悪魔に見えてきた。どうなんだ？押せるのかい？悪魔の携帯？俺が再生を押せないとでも？鼻で押した。あの距離で見えてんのかな？離れりゃいいのに。兄ちゃん、動画何だったの？あくん、俺たちにも見せてよ。お前らは見なくていい。兄ちゃん、兄ちゃん、家が、俺たちの家が言ってやるがいい。前の家がどうなったのか。もしかして前の俺たちの家が取り壊されるところ？あっくんさ、そんなの見せるためにわざわざ来たの？あ、いや、ひでえよ。そこまでする必要ある？これはゆいちゃんに。前はあんなに俺たちのこと可愛がってくれてたのに、そんなに俺たちが新しい家に住んでるのが気に入らないの？いや、違うんだよ、これはそういうんじゃない。だったらもう遊びに来ないでよ。兄ちゃんが悪魔になった。あっくん、俺も見せたいものがあるんだ。俺に？
再生ボタンを押す勇気があるのならな。押す勇気くらい？お？おお。鼻で押した。拳銃エルボーで割ってあげる。よ、忍者なりや、忍者なりや、忍者なりや、忍者。俺はこの家で新しい生活を手に入れた二人のしもべと共にな。しもべだったんだ俺たち。だから前の家には何の未練もない。悪魔は追い払った。教祖様。いつまでやってんだよ。これ、お袋が三人に言って。フレンチトーストだ。毒が入ってるかもしれないから。気をつけろよ。ハッくん、泊まってきなよ。あ。別に、帰れるし。電車もうないよ。あ、歩いて帰れるし。ここから歩いたらもう着くの明日だって。顔どうなっちゃってんの。また誰が一番に寝れるか競争しよ。そうだな。 あと暗い中で泣くの禁止ね。もう仲直りが早いね。うん。ずっと抱き合っとけよな。教祖様。もういいよ。悪魔。なんなんだよ。次回の寝ないの幼い三兄弟は、夏祭りで天寿に衝撃的な事件が、新しい恋の予感。いちゃんなんか。第9夜夏の終わり、楽しみに。お前らに見せたいものがあってさ。おお、これは来週も見ないと。これはチャンネル登録しないと。俺もあっくんに見せたいものがあるんだよ。これはチャンネル登録しないとね。教祖様、これもチャンネル登録する。ガイ教祖様。してんだよ。